人走行アイドルフルスポンチのゆめか、しはる、ちゃん、それと、ドーン。本日の曲はフルスポンチ初解禁 NG なし恋愛トーク。青春やな。ついに来ました、この曲。ついに来ました、今までね、言うて恋愛トークは結構してきたよね。してきたけど、濁して濁して、そう、なんかお互いにどこまで言っていいのかみたいな、あ、言っちゃダメなのかみたいなさ、あったじゃん。でも結構プライベートで話すよね。話す話す、全然。実はね、プライベートでカメラ切った後とかも話すことが結構多くて、やっぱ女子会楽しいじゃないですか。楽しい。好きよね、みんな女子会はね。大好き。女子会最高。でもこの際もういいんじゃないかと。はい。ある程度大人にもなりましたね。なったよ。フルスポンチ結成してから2年経ちまして大人になりましたよ。なりましたね。やった。そう、なんか別になんかもうあの時は、うん、シャーシャーフレッシュ、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 かわいいかもみたいな感じだったじゃん。フレッシュのところあんまり見たことない。あれ、あれ、フレッシュやった。フレッシュだった。いや、フレッシュってね、シャーシャーフレッシュやってさ、マジで。そのモザイクばっか見てた。視聴者目から見てそうだったんだよね。そうだった、そういうことなのか。でも、もういいんじゃないかって思って。じゃあいいよ。そう、もう元から何だったらもういいよ。そう、知らない、いいか、もういいよ。もうじゃあここで肌脱いで、そうよ、新しい一面を見てもらおうということで、見てもらおう、新しい自分を解禁していきたいと思います。はい、それではやっていこう。フルスポンチには公式 LINE があります。動画内で発表されたキーワードを送っていただくと限定動画や限定画像が手に入るので、ぜひ皆さん最後まで動画をチェックしててください。お願いします。フルーツポンチ、じゃあもう早速ね、いろいろね、物の食べ物も用意しましたし、飲み物やお酒も用意しました。ということはもう始めるしかないということで、まずはね、みんなオレンジジュースかね。そうだね。で、で乾杯しましょうか。そうですね。お、すごい。じゃあフルーツポンチ女子会開催ということで、ケーピー。ケーピー。最高です。美味しい。うまうま。じゃあまず、これキッス。何？ガチガチみたいなのってじゃん。そうそうそう。じゃあ早速使うよ。早速使っちゃう。フルーツポンチ。カテゴリーは恋愛で、はい、どんな夫は妻になりたいです。あ、どんな妻になりたいか、そういうのあるのか、そういうのを考えることない。彼女の前に、それ彼女じゃなくてもう妻、妻になっちゃうんや。考えない、でも考えるかもしれない。でも考えるよ、考えるけど、そういう年だから、うちらは。え、いや、本当にまだやろ。おい、まだやろ。じゃあ、思ってか、5年ぐらい前からなんか結婚の将来の自分どんなんやろうと思って、なんか結婚理想とか描いてた。え、でもめっちゃわかる。早いね。なんかね、妄想が好きだから、あ、なんかどんなあれがいいかなって想像したりはするけど。え、でもさ、なんか旦那さんが靴下脱ぎ捨ててるとするやん、うん、そんなん片付けたい。いや、わかる。なんか旦那が好きだからね、脱ぎっぱなしにしないでよって言ってるじゃんって言いながら、どれどれってやる。でもそれがいつまでちょっと正直したら正直大変になるよ。そうなのよ。1週間ぐらいかな。あ、いや、1年は持てよ。あ、いや、1年は持てよ。絶対自分で片付けってなる。自分で片付けて洗濯しなさいって。いや、でもソファーとは言えそうじゃない？うん、言えそう。言えんのかな。やってってなるかも、その前に。めっちゃ言えるわ。マジ？基本的にだらしない気がする、自分的に。なんかさ、服とかも脱ぎ散らかしちゃうし。そうだね。心配。そっか。二人ともそうなってる。え、でも旦那さんがしっかりしてればいいんだよ。しっかり者やから。じゃないと大ピンチ。うん。ゴミ屋敷になりかねない。怖すぎ。そういう人選ぼうね、ちゃんとね。結婚だからね。見極めでね。でもレアとか騙されそうだからな、それ。いやいやいや、騙されそう。あれ。なんか見極めていくから。ちょっとごめんね、話挟んでいいかな。ゆめちがさ、焼きそばお湯切ってくれたじゃない。ラーメンに行ってる。すんごい溜まってんだけど、お湯。あ、ゆめがいつもそれ。何それ。それにつけられる旦那さんと結婚しないと。なんか、そう、そんなところから、それでも、ああ、よし、しょうがない、かわいいねって言ってくれた。いや、うちもだいぶ適当だけどさ、最後は美味しいから大丈夫だよ。そうなの。オッケー、ありがとう、ごめんね、入って。ひーちゃんが気になるってことは多分相当もっと心が広い人見つけないと。あ、確かに。いるって。でもさ、何でも受け入れてくれる人がいいやん。わかるわかるわかる。そんな人いないでしょ。いないいないよ、そんな人。わかるんだよ。ないって。それがいるんだよ。一番現実見てるでしょ。触れてはいけない。触れてしまった。いねえんだよ、そんな人よ。分かってんだよ、こんなこと。そんなことは分かってんだけどさ、夢見させてよ。まだ夢見てないじゃん。見てると思うよ、そんな年。いや、まだ夢見てない。まだいける。19とかなら
いいの。そうそうそう、いいよ、もう全然2人はね。21でそれ夢見てるのはやばいかもしれない。もう一生一人見たよ。うん、絶対無理だよ、独身族。うん、独身族やな、これ絶対結婚するもん。いや、みんな結婚願望あるんだ、ここあるあるある、うん、私ないもん、うん、ないんだ、うん、うん、結婚ってのはもう子供欲しいよね。あ、わかるわかる、自分の子供とか絶対公園行ってくれない、ね、なんか家族で遊びたい。いや、わかる、公園とか遊ばない。わかる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 、なんかいいよね、公園で遊んでる家族見ると、うん、できないでね、ってなる、できんのかなって。でもさ、まださ、今から21じゃん、もうちょっと遊んでたいよねみたいな、うん、時もあるよね。だってさ、いるよ、周りにも結婚して子供産んでとかあるから、考えることあるけど、やっぱまだ遊んでたいなみたいな。え、多分今から恋愛、ね、して子供産んで、ちょっとめんどくさい。ちょっとまだ今の夢かに無理じゃん。あ、無理ね。え、無理そう。子供に育てられそう。うん、確かに。いや、でも、いや、子育てもめっちゃ自信あるよ。確かに。なんか子育て自信ある。面倒見いいよね。それはそうなの。お母さんになった時に、女の人は変わるって言うやん。言う言う言う、ね。めっちゃ変わりそう。ママに、ママにはなれる自信あるけど、いい妻になれる自信はね。確かにね。そっち。多分子供産んで育てることは多分自信ある、うん、できると思うけど、子供育てると そう、うん、多分自信ある。でもなんか恋愛の面でも気がないから心配。ちょっといいね、旦那さん見つけないと、ね、見つけると、ね、そう、はい、だからちょっとある程度お金もあって心も広くて優しい人じゃないとちょっとダメかもしれない。難しい。そう、理想が高いね。そう、理想高いよ。とにかく理想が高い、ね、高いよ。私より高い人会ったことないもん、だって正直。理想高いと大変じゃない？理想高い友達はいるんよ。でもさ、え、これいけ無理じゃないって言ったら、いや、そこを妥協しろよみたいに言われるから、うんうんうん、あ、私より高い人に会ったことないなって感じ。はるかも高そう。え、高くない。え、なんだ。いや、高そうだけど実は高くないんだよ。そうだよ、うん、全然高くないよ。あ、でも顔求めてないもん。顔求めてない。面白かったでしょ。そう、そうで言ってたわ。でも顔求めてないもん。顔求めてない。面白かったでしょ。そう、そうで言ってたわ。そう、ハルさん芸人さんだよ、芸人さん。いや、違う、芸人さんと、うん、ね、いいよね。いや、まあ、それはなんで。いや、いいけど、うん、基準的には面白い人が、うん、面白い人が、うんうん、顔じゃない、一番、うん、で、あと優しい人、それ大事。なかなかでも、面白いのが一番上ってなかなかいない。初めて聞いたかもしれない。うん、そう、私も結構、あの、面白い人がいい。マジ、うん、会話が途切れるの、やだ。いや、そのデートとかで、いや、途切れはしないよ、別に。そこは面白くなくても大丈夫。いや、だからこそ、あの、話せるというか、付き合うというか。でも、面白い人だったらさ、ずっと笑っとれるやん。笑ってたいのか。そうそう、そういうことか。でも大丈夫、はるかやったら笑かせる。ちょっとね、自分が相手を笑わせられる。で、相手もどんどん、あの、調子、あの、上がってきて、面白くなっていくと思う。ああ、もう夫婦コンビやろうかな。夫婦で漫才しようかな。いやいやいや、いいやん、相性いいやん。仕方ないね。マジか。みんなちゃんと現実見てんだね。うん、見てる、見てるよ。やば、私だけじゃん。現実かよ。現実見れないもんね。やばい、かなり深刻な話になる。ね、ね、やばい。いや、でもそうなるよね。結果的にそうなるよね。どうしよう。あ、どうしよう、大丈夫かな。どうしよう、なんかもうまともに恋愛できない。フルーツポンチ。じゃあ次ガチャ引こうよ。ガチャ引こう。あ、はい、出ました。何ですか。どこからが浮気だと思いますか。いいの来たね。いいよ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 。お、いいね、いいですよ。え、自分基準低いなって思う人いる。いや、高いかも、基準。あ、許せるみたいなやつ。いや、わかんない、ね、うち多分、あの、なんていうの、狭いと、狭いなんていうの、基準低い。だからすぐ浮気って話しちゃう。あ、低いのが浮気だ。多分、そうそうそう。じゃあ、私は低い。どっちだろう。あ、じゃあ私も低いかも。高いっていうのかな、それ。高い基準が高いじゃん。高いじゃない。高い、じゃ高い。え、会うだけでダメみたいなことでしょ。他の話1対1は。あ、そうだね。1対1はダメ。1対1は条件が悪い。1対1は条件が悪い。はるかは自分でやっちゃうから。おぉ、あ、じゃあ多分あれでしょ、男友達は悪かったことでしょ。そう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 。遅いじゃん。多いから男友達と会いたいかってことでしょ。向こうは女友達と会うの会いたい。そう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 。でもいるよね。そう、でも自分がそっちタイプだから相手にもいいよ。あ、だからそんなに信じ合ってるってことよ。だからつまり男女の友情は成立するタイプ。あ、そう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 。だから成立するタイプは、あの、広いんじゃない。成立しないタイプだもん、うん、一切成立しません。全員が男女の友情成立しません。私ちょっと男友達ゼロだもん。あ、全部そういう感じですか。はい、全部そうか。全部そうなっちゃう。全部そうなっちゃうか。聞いてて。はいはい、結局さ、男はさ、みんなさ、飲み行き、会いますとかなるじゃん。飲み行き、そうなるか。飲み行き、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 飲
にさ、ないよ。だから結局男はそうやってそういう目で見てるんだなって思うの、女の人、女の子と。いや、そう、結局ワンチャンだって感じよ。友達だと本当に友達だったらワンチャンもないやん、うん、どんだけ一緒にいても同じベッドで寝てもありませんが友情じゃん、うん、結果ワンチャンワンチャンあれ狙ってるよ男だってみんな、うん、ってことは友情成立しないんですよ。しない。そうだね。そうかな。でも私付き合ったらなんか自然となんか距離を置いちゃうから、うん、あの、うん、全く喋らなくなる。誰ともなんか異性の人。あ、ほら、でもね、でもそうだよ。以外の、いい彼女じゃん。せやろ、うん。でもさ、僕じゃ別れた時にさ、となんかさ、確かに次どうすんの。でもあのブロックとか完全に切るってわけじゃなく、全然連絡取らなくなるだけやから、全然勝負。別れたら返すの？返したりもするかも。でもそれでうまくいくからよくない？どういうこと？それでさ、またさ、トークが続くからすごくない？それは友達やん、完全に。友達。そう、彼氏できたから返信返って返さなくても、また返信連絡したら返せるからすごくない？え、すごい。やっぱ友達やから。いや、もう全然 LINE しちゃうわ。でもそれは別にいいやん。そう、自由でいいやん。それは全然あんやん。それは価値観の夫だからさ、で、向こうも男女の友情成立するって人見つけたらさ、会うわけじゃん。え、だからツーショットとかいいじゃない？やだ。やばい。やだ。ツーショットはやだ。え、会ってもいいけど、なんか写真で撮り方さ、ちょっと、なんか頭こうやって。バカ。ダメ。バカよ、そんな。無理。バイバイ。バカ。はい、それは無理。遊んでもいいし、会ってもいいけど、二人でのツーショットはやだ。え、じゃあさ、浮気を目撃したときに、じゃあ浮気が発覚しました。はい、発覚しました。どうすんの？私は徹底的に証拠を集めて、なんか勝てるなと思ったら言うけど、勝てないなと思ったら許しちゃうのね。ね、それぐらいね、あの本当にね、ハマるとそれ、いや、そうなの、なんかもう、いや、ちょっと待ってよ。いや、でも結局彼女じゃん。うん、結局彼女だし、うん、いや、結局別に帰ってくるんじゃんね、みたいな。やだー。で、なんか、許さないと嫌われ、なんかさ、嫌なのよ。なんか、嫌なのね。いや、お母さんじゃん、お母さん、証拠確定しないかもしれないじゃん。こっちの一時的に言わちゃうかもしれない。そう、それを信じたい。バカなことあるか、見間違いだってなるから。だから言って振られるんだよ、それで、うん、それで振られるんだから、ダメなんだけど。かわいそうな女やん。かわいそうだよ。ダメよ、そんな。いや、でも無理なんだよね、本当に言えなくて。こっちが好きすぎてから、なんか、許さなきゃみたいな。好きでボロクソに言わなきゃ、そういう時は。言えないの。もう言われてボロ負けで、はい、乾杯。え、大号泣。浮気されたのに言われるの？そう、浮気されて、振られて、で、お前のこういうとこ嫌いだからみたいな、めっちゃ言われて、もう無理ってなって、そっからもうギャン闇。ね、無理、振られたらもう多分無理。で、そこで無理。え、そう、だからそこで初めて言い返して、めっちゃ喧嘩、別れてから喧嘩になったの、初めて。大喧嘩だよ。浮気するくせになんかさ、一時で、ね、もう本当にバレないようにしなさいよ。そう、バレなきゃいいのに、なんかあからさまにバレることするから、こっちも甘い。そう、もうスクショ祭りだよね。ね、わかる。スクショでね、もういろんなとこ撮って、ホルダー作るよね。そうそうそう、もうさ、もうチェックでね、SNS チェック。怖い怖い怖い。はい、女、はい、女見つけ、はい、スクショ、はい。ネトストです、これが。ネトストですよ。怖すぎます。ここ引いてます、今、ジャック。え、なんで？え、そうじゃないの？怖い。やったことない、本当に。シェアはさ、わかるけど、そうとしそうじゃないの、こう。ちょっと、すべてそうだよね。そうだよね。でも、証拠は結構集める派かも、そんなの。でしょ？でも、でもそこまでは。そこまではしないですね。そこまでしないですね。あの、ちょっと、その家前に見て、じーっと見るかなって。やばいやん。え、ちょっとついていくかなみたいな。超怖い。リアルストーカー。リアルストーカー。じゃあ、ネットストーカーとリアルストーカー。マジマジかっこいいですよ。パイセンやん、パイセン。パイセンやん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 。何？これみたいから犯罪にはならない。あ、確かに。分かるまでは大丈夫。まあね、やっぱ思考がぶっ飛んでますね。ちょっと待って、恋人なら普通に連絡取り合ってさ、遊ぼうみたい、会いたいみたいな感じですよ。ああいう感じ、ストーカーごっこ。ごっこ？ごっこつけないとかね。可愛くなるのね。相手公認じゃないやん。ね、いや、おもろ。ちょっとおもろ。ぶっ飛んでるわ。ほんとぶっ飛んでる。いや、でもそうだよね。うん。いや、無理だな、私。許せないわ。許せない。許せない。許しちゃうけどね。許せない。許しちゃうけど許せないよね。もうね、ダメだもんね。好きになると諦められない。もう無理だよね。もうすぐ怖がるんだよねって、それ夢かの話ね。確かに。あ、夢だよね。そうだ。夢かの話。もう無理ですね。フルーツポンチ。次のトーク次行こうぜ。いろいろ話そうぜ。いろいろ。何？いいよ、これ。何？今、恋愛的に好きな人は？うわー！一番おもろいやつだ！だから別にピッピってことだよね。うん。あの言ってたけど、フルポン
は別にあの恋愛禁止とかじゃないし、じゃないです。別に一方的に好きとか全然 OK だし。OK。そうそう、そういう感じなんで。うん。どのアイドルでも片思い OK って言うもんね。そうそうそう。片思いは自由やろ。え、両思いは自由やろ。おお。だって向こう勝手に好きになってるんで。しょうがないですね。片思いでもね、片思いだけ、しょうがないから、そっか、片思いだけ、片思いだから、しょうがない、そっか、思い合ってたら両思いになるけど、別に片思いだもんね、そうそう、片思いだけど、片思いだから、もうしょうがない、よくわかんないけど、で、どうなんですか、どうなんですか、言っちゃいなよ、みんな、言っちゃいなって、言っちゃいなよ、言っちゃいなよ、でも私、関わってる人が、異性が今、ファンの方しかいないから、おらんのか、さ、寂しい人間、東京ぼっち。東京なんか漫画作りそうだね。東京マッチ作ろうかな、漫画出てきたんだもんね、東京に。そうそう、それはまだこっちで出会えないよね。でも喋っててキュンとすることあるかも、ファンの人と。あー、でもあれでしょ、現実で悩ましてないでしょ。うん、だそうですよ。そっか、みんなあれか、いや、そっちに出てきたからさ、埼玉はさ、割と東京と近いから別変わんないのよ。埼玉に住んでるし、そう考えると、そう考えるとあれだよね、あんまなかなか出会いもないもんね。だってまだ半年ちょいでしょ、1年経ってないもんね、まだね。そうそう、まだ何ヶ月とかでもね、まだよな、そんなな。これからだよ、これからあるよ、いっぱい飲みに行くし、なんか飲みに行くしね。二十歳になったらそうだね、増えるんじゃない。増える、私は増えませんでした。あら、私も特に増えてません。あら、家からどんだけ出るかじゃない、積極的に。確かに確かに、私はもうずっと家にいるから。でも、みんなで遊びに行こう、いっぱい遊びに行こう。そうそう、行きましょう。どんどん誘ってほしいかも。そうそうそう、全然行ってない、みんな誘ってくれたら全然。誘わないよ、誘う、飲み行こう、誘い待ちなのよ。5人って飲みに行こう。待って、うちいくつになるのよ、はるかが二十歳になるまで。本当だよね。でも、おしゃれなカフェ行こう。カフェ行こう。カフェ、ディズニーとかも行って。あ、いいやん、ディズニー行くの。あ、いいじゃん、ディズニー行きたいんだけど。いいやん、そういうの行きましょう。運命的な出会いもあるかもしれない、ディズニー。あるかもよ。ディズニー、多分ディズニーマジックかかるよ。ああ、そうなんか。借りそうじゃない、ディズニーマジック。借りちゃないの、かかるよね。何か。じゃあ現実、現実、わかんないけどね。ちょっとわかんないからやめとこうか。ね、わかんないな、ちょっと。どういうことでしょうか。あれ、ちょっとおかしくなってるから。やめて。ちょっと、どこまで言っていいのかわかんない。なんかちょっと気まずいから。ければいいのかなと思って。うちらさ、結構話したもんね。そうそう、ちょっと振りかけてた。あんまりありえるよ。まあ、ディズニーマジックはね、あります。ユニバとかもあるじゃないですか。よくさ、某有名カップル YouTuber とか、ユニバでそういうのがあるよみたいな。あります、ディズニーも。あると思います。はい、いいと思います。一緒に乗り物乗りませんかとか、写真撮ってくださいとか言って、一緒に撮りましょうとかさ。一目惚れとかもあるもんね。そう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 、あると思います。いいと思いますよ。好きって何ですかっていう、好きがもう分かんない。難しいね。分かんないよね、難しいよね。え、じゃあ今はいない、好きっていうは。かもしれんね。あ、いない、いなくない、だって夢か見てていないと思わない。基準が低いかも今ね。ね、だよね。だから多分なんか誰でもみたいな感じ。え、誰でも、危ない危ない、ごへんごへん、ワンナイトみたいな。違うって違うって、誰でもよくないけど、じゃあるよ、好きなタイプでとか、なんか、あ、なんかこの人いいなとか思ったりするかもしれんけど、じゃあ今好きな人いますかってすぐ返さない、返せばあれがないから。別に今いないもんね。ナンバーワンいないもんね。難しいね。探し中、探し中、探し中、見つかるといいな。見つかるといいな。心配だよ。そうそうね。見つかったらダメなの、夢かね。それしか見えない。やばいね。多分フルコインやめちゃう。確かに。いや、多分やめはしんけど。来なくなる。え、じゃないのよ。多分コインますね。来なくなりますね。追いかけて追いかけて来なくなりますね。うまいね。そうだよ。多分無理だと思う。両立できないタイプ。動画に1ヶ月ぐらい夢がいなかったら、もう男。あ、こいつ男だなって思ってもらっていいと思うんだけど。あ、あれ、この前、この前、あれ。あ、違う、あれ、わかってた。今日は、でも、ガチで男だと思われるやん。あれはガチで勉強だったけど、でもなんか本当にね、頑張ろうって思える時もあるよ。頑張ってね。頑張る。ってなるんだけど。なるんだけど、もう、無理な時は無理。
頑張れない時はある。単純バカ野郎だね。完全バカ野郎だよ。単純バカ野郎。でそのスキピが絶対撮影頑張ってねって言ったら行くもんね。行くよ。でもちょっとスキピとなんかちょっとごちゃごちゃってやったら、うん、あもう無理もう無理頑張れない。もう無理だ頑張るな今日無理だとか言って顔がいっちゃってるもん。そう、そうなんですよ。そういうタイプだからゆめくんの顔くらいなと思ったら失念したかなとでも思ってて、うん、そう思っててほしい。本当面白い。あとゆめが聴いた曲で、ゆめが聴いた曲がカタオフの曲だったらカタオフの曲かなと思っていたけど失恋ソング聴き始めてた曲だったから、うん、この子失恋したんだなと思っていたの。本当にプレイリスト変わるんだよね、すごい。結構わかりやすい。めっちゃわかりやすい。なんかさ曲とかもさ、うわこの曲いいな、いいねして保存ってなるけど失恋したら削除。マジでわかりやすいかも。なんか一回終電、仕事終わり終電逃してゆめかとカラオケ行ったら一生失恋ソング歌ってた。聞くとなんかさ、待って、つけまさるもん。めっちゃ気まずい。そう、なんかイエーとかやりたいのに。じゃあ出てこないよ。そうなんでさ、なんかずっと前から君が好きでしたみたいな歌えないよ。みたいな。私はそれ面白くて見てて。面白い。面白いね。なんかこう、だからそれ歌われて嫌だとかないから、うん、それを聞いて楽しんでる。よく失礼してる。面白くない。よくありますね。よくありますね。あ、この人いいかもと思ったら彼女いたんだよ。チーンみたいな。そうそうそう。片思いしてる。片思いしてる。片思いしてる。よくありますから。片思いもできなかったんだよ。そういうこと。この人いいかも。あ、指輪知ってる。あ、彼女どうする。できなかったっていうのがね、ありますね。そういう時はもうまっすぐしてるやつですから、うん、っていうのもあります。わかりやすいかな。ゆめか見てのもろいのよ、うん、面白いマジで。難しいわ、なんか気をつけよう。でも出ちゃうからね、うん、そう出ちゃう。出ないから。出ない。出そうやね。出そう。だってわかんないでしょ。ちなみにどうなんですか今。あ、大丈夫です。あ、ないです。探し中です。探し中。探し中なの。募集中なの。そうそう、集中か。好きな人を募集中ってどういうこと。確かに確かに確かに。自然にできるやん。あ、そうそうそう、いいかもみたいな、好きかもってなったらさ。確かに確かに。その人のことやん。ゆめかの彼勝利しにしたい。ね、しまーやだよ。条件がね。応募してくる人さ、絶対自分完璧だって思ってる人しか来れないんだよ。そうだよ。本当に。応募条件、自分がパーフェクトだって思う人しか応募しないんだよ。確かに。だからゆめか条件書いて、うん、そう、バッ。多分ね、英語紙2枚分ぐらいになるけど。ゼロにかもしれない。マジで多分ゼロ。いや、1枚で収めてじゃん。あ、待って、せめて字が小さくなるけど多分ね、多い多分ちっちゃーとかも急激理想高いからね。もう理想は高すぎたらダメってね。そうだ、分かってるんですけどね。もうちょっと年取ったら分かるんじゃない。いや、多分無理だと思うよ。ね、年々高くなってるの理想。なんで昔の方が低かったもん。そんなことある。うん、何高くなっちゃったの。わかんない。気づいた。いろんな経験してきた上でのじゃないの。そういうことか。昔は多分何も知らなかったからさ、それこそさ、小学生はさ、足速ければいいみたいな。そうそうそう。足速いだけじゃダメだって気づくんだよね。そうそうそう。そうだよ、きっと。でもそっから諦めが来るんだよ、また。こっちは。諦められなくない？削るやつがないんだよね。でも、もう削ってこれだもん。最低ラインがこれ。マジ？うん。フルーツポンチ。じゃあ次回しますか、ルーレット。はい。はい、初めてキスした場所といつみたいな。いつ場所みたいな。あ、時と場所。そう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 。初中のね。初中のね。言いましょうみたいな。言いますよ、別にそんな。どうぞどうぞ。やっぱね、年上からどうぞ。ひえちゃんですね、まず。端から行きましょうか、まず。まあ私ね、先に言うんだよね。先に言った方が、まあ、軽いんで。あ、一番最後にしたもんね、自分を。はい。で私は中学生、何年生、中学3年生ぐらいかな。おの時に、まあ、学校の帰り、すごい覚えてるの。学校の帰りで雨が降ってたんですよね、うん、でも普通に一緒に帰っててで制服着てもうこうやってもう走ってこうやって死ぬなきゃ。学校の近くに公衆トイレがあるんですけど、そこの後ろにね、なんか人が入れるスペースっていうか、なんかあの、あるのよ、人影みたいな、影かけられる、隠れるラブとか。そうなんだ。で、そこで飲んでか、雨降ってる中、傘をペッてやって、どっちが行くみたいになって、向こうが、そう、なんかどっちが行くみたいな、しようってなって、うん、どっちが行くって。で、緊張してできないじゃん。向こうが行くって言っても、来てくれなくて、じゃあうちが行く、行けなくて、向こうが、うん、って言って、バイバイって言って帰った。え、それ通り？え、キス？そうそうそう、初めての中はそれ。めっちゃいいやん。なんか青春のね、なんか学校生ならではじゃない。そう、ね、可愛かったな。可愛いわ、可愛い話。じゃあちょっとどうぞ。
完全な初めてのそのあるやるやん、うん、それはなんか可愛いね、あのエピソードが、うん、でも年齢はそこまで可愛くないかもしれないけど、うん、小学2年生、うん、で、なんか2歳下の男の子がおって、うん、あの幼馴染みたいな、うん、引っ越しとかしてたから、うん、する前の家で、そこでなんかよくテレビでやるやん、砂場の前で、うん、それがあった、マジで、現実で、えー、将来結婚しようね、みたいな、なみたいな言ってなんかしてきた。可愛い、可愛い、可愛い、可愛いエピソードやった。子供って感じ。子供やった。めっちゃ可愛いじゃん。そう、小学あ幼稚園とかじゃなく小学2年生やったけど可愛いエピソードだった。いい経験してますやん。いいな。超可愛くない。可愛い。いいね。いい。いいですね。いいな。それしたかったな、結婚しようでも。しおちゃんはいますか、覚えてる？ないので、本当に、うん、結構隠してるとかじゃなくてガチで恋愛経験がないんですよ今まで。言ってこなかった、うん、今までなんか、うん、隠して歌うわけじゃないけど、うん、なんか何こんな感じだったじゃん。何こんな感じって、こんな感じってなんすか、好きじゃんみたいな、あるのに言わない人みたいな感じだったけど、本当にないんですよ、ガチな方で。なるほどね、すいません、恥ずかしいですけど。いや、いいよ。いや、でもね、大事よ、本当に、うん、ずっとアイドルになりたかったんで。なるほどね。そう、もうそれだけが夢だったんで、恋愛っていうのを人生で知ったことがなくて、うん、だから本当に動画でも言ったことあるけど、ファーストキスは夢かな。本当にもうこれガチで夢かなんて、ファーストキスは。うちらがね、ひーちゃんが推した夢かとのキスなんですよ。なんか申し訳ないね、夢のキスした。ああ、いいだろうよ。ちゃんとだろ。おい、キューピッドひーちゃんでしたね。ね、はい、ぽっ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 。どうぞ、はるか。はるかは中1のなったばっかから、中1になったばっか、うん、なる前ぐらいの小6の春休みぐらいらへんに、うん、あ、はるかんち、うん、はるかんちのおはるかの部屋、うん、お部屋でですね。え、家族はいなかったんじゃない。え、きっかけとかは何なの、きっかけ、どうして中止よ流れ、うん、流れしかそこない、流れがあるんだ、うん、そういうね、若い時からそういう感じでしたもん。え、違うよね、違うよ、違うよ、そういうことありますから、バセてるよね、ここバセてる方に、違うよ、違うよね、違いますよね、今さら否定したって。そうか、もう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 そうか、この動画でもいいよね、そうかもしれないね、そうかもです。で、大鳥でもさ、そのトリッキー歌ってさ、夢感別にさ、普通の経験しかしてない、直近ならいいですよ。なんで初めて言わせた、初めて言わせてよ、最後やから。初めて言いたい、いいよ、初中言いたい、初中いいですよ。年は小2です。うん、早っ、小2、うん、一緒、うん、小2の時に好きだった人と、うん、普通に、え、でも場所覚えてないんだよね、うん、いや、家かな、どっちかに家で、なんか私がなんか好きなんだよねみたいなことを自分から言っちゃうタイプだったから、うん、すごい、うん、そう、全然広い、そう、自分から言っちゃって、うん、それでじゃあチューするみたいな、うんうん、小学生や小学生で小2でってなって、そこで初めてチューしたかな、すごっ。でもなんかさ、初めてのチューは丸々の味みたいによく言うじゃん、うん、でもさ、ガチでイチゴの味がしたんだけど、私だけ、なんか食べたからかな、そうそう、え、なんでなんだろう、歯磨き粉イチゴあったかな、なんかそれ思ったんだけど、でもそれマジ覚えてないけど、マジでイチゴの味がした。なんで？わかんない。それイチゴのリップ使ってたかな。使ってたんだよな。なんかよくあるじゃん、可愛いリップ、ピンクのリップ使ってたから、ワンチャンそれがイチゴだったかもしれないけど、ガチでイチゴの味がしたのを覚えてる。本当にイチゴだって思ったの、その時に。なんか憧れるじゃん、その時って。うん、そう。聞くじゃん、どうなんだろうって思うじゃん。ガチでイチゴだった。へえ。なんかサイダーやったかも。サイダー？サイダー飲んだやろ、絶対。絶対飲んでたと思う。絶対飲んでたんだ。それが影響するんだ。覚えてないやもう。え、今はどうなんですか、味は。お酒。危ない、ゆめち、危なすぎる、気をつけてくださいね、気をつけてますよ、ちゃんと現段守って、現段守ってますよ、現段守ってね、その中でもあの理想に合った人じゃないとできないみたいな、うんうん、そう、でも酔ってるからね、危ない、確かにね、お酒って危ないからね、お酒入ると基準が8個ぐらいかかるんじゃない、10個中8個ぐらい攻めればいいんじゃない、うんうん、付き合う相手を酔ってる状態でこの人いいかも、あ、付き合おうイエーみたいな、無理やろで、目覚めてさ、隣にさ、どこに行っちゃう、
べて帰るかみたいな感じじゃないの、顔見て、うん、絶対そう言われたらどうする。いやでも、酔ってても分かるよ、かっこいいかかっこないかぐらいは。あ、それも分かるんだ。分かる、だって嫌だったらして帰るの。別にお酒入ってるの関係なくない？なあ、顔をね、うん、いやなんか話がちょっと気まずかったりちょっとあーってなっちゃう。でも帰りはしないよ。だってよくさ、たまにさ、居酒屋で飲んでても話しかけられるじゃん、一緒にどうですかみたいな。いや大丈夫です、なの。大丈夫です、ごめんなさい、大丈夫ですって言うもちゃんと。すごい偉いよ、それ偉い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 。そこで、いいですよとかな。え、でもかっこよかったら、あ、いいですよ。なんで若いそこは。言ったことないかも。大事、もう断ってるかも、ちゃんと見、わかる。おー、偉い、センサーがあるじゃん、イケメンセンサー。イケメンセンサーであってほしいんだけど。まあね、イケメンセンサー線あるから、でも割とガードも硬くなるんじゃない、だから誰でもよくはないかも。徹底されてるの。そう、徹底なんかあるんだよ、構造みたいな。許した人じゃなきゃ無理みたいな。あ、そう、だから意外と平和、理想高いって意外と平和。確かにね。そう、そうですよ。フルーツポンチ行きますか。お願いします。今、かっこ前の恋人との初デートの場所、付き合ったことのがない人は妄想で。おお、初デートの場所です。うわ、どこ、今じゃない、え、一個前、今いる、じゃあ今いない、じゃあ 今はいなかったら1個前ってこと。そうそう、仮にもし今いるんだとしたら、今の彼との初デートの場所か、いなかったら1個前。そう、1個前の。1個前ってどういうこと。え、2個前、2個前って一番直近の人。あ、そうそうそう、一番直近の人。それそれそれ、直近の人とかね、時期とか誰とか言わないと人生になっていいから、初デートのトークを教えてほしいってだけです。はい、じゃあそれ。初デートってさ、どこから初デートなの？え、それなの？1対1の？え、付き合ってから初デート？それ付き合う前のなんかちょっとお遊びの初デート？わかんないね。ちょっと、ゆうなさん、ゆうなさん、ヘルプ。そうだけど、うん、私はどっちかが好意持ってたらデートだと思うんだけど、うん、でも、どっちで任せるよ。面白い方で、面白い方で、トークが盛り上がる方でお願いします。どっちでもいい、それは付き合う前でも付き合った後でも。じゃ、付き合う前に会ってるのそれもデートや。こっちが好きだってたらデートじゃない？ホテル。え？あ、凍ったぞ。凍ったぞ今、完全にピーピーってなったよ。でもいいよ、それが別にね、そう、話してもらって、ちょっと待って、ちょっとね、あの、それは訳があって、その、たまたま、じゃあ、マジ、あの、別に最初からちょっと、先に言いますよ。ちょっと、確かに聞きましょう。やだけど、乾杯しとく。うん、そうしよう。ちょっと乾杯してからでもいいですか、しゃべる。そうだね。まずね、その日私は別の人と遊んでたんですよね。はい、いや、そこぐらいやめよう、ちょっと。いや、いいよいいよいいよ、いいよ、いけよ。 NG 出してよ、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  NG 飲みなー、話させようとするの。はい、飲んで飲んで、いいよいいよ。それですね、はい、大事。まあ普通にその相手の方がね、お金、お財布忘れちゃったっていうことで、はい、まあ私はなんかちょっとどうしようみたいに言われてたから、え、行くよみたいな。で、まあ、来てって言われたから、オッケーっつって言った。うん、で、なんか、まあ、ドライブしてもらって、大丈夫かな？ドライブしてもらって、なんか、まあ、いろんなところ行ってたんだけど、しっかり、大事なのしてない、まあ。結構な距離を走ってたもんだから、うん、もう疲れちゃったわけですよ。普通に何もしたいからホテルへ行こうっていう風になって、うん、どこから話していいかな。で、もう本当に何もせず、あ、どんなことだ。へえ、すげえ。本当どうだったか。はい。ホテル行ったけど、何もしないからホテル行こうって言って休憩して行ったら、本当に何もなくでしょ。はい、そこでホテルで付き合いました。おお。え、付き合ったのに何もなかった。え、その後に怒ったんです、ちゃんと。あ、これじゃないか。ちゃんと怒ったの。怒った。あ、ちゃんと怒らったってことですか。え、はい、その日じゃないんだね。その日その日だから付き合う、だからその付き合う前は直したんですか。ホテル行って何もなくで付き合って、その日にそこのホテルでね。で怒りました。ちょっとあの初めての特殊なあれだったね。そちょっと特殊だね、初デート。それは聞かない、初デートっていうか、まあなんだろう、付き合ったあれがそこっていう。あ、そうね。その前にはちょっといろいろ遊べるってことで、そのタイプでもらって。いや、でもちょっとさ、今までない感じのトークだったからさ、うん、いいよ、そう、嬉しいんじゃない。知ったよ、ココさん。そうそうそう、初デート、初デート、なんか二人きりじゃなかった。あー、ごめん、お母さん、お母さんみたいな見合い、これがどういうこと。え、どういうこと。お母さん、ポンポン、私、彼、そう、うん、三者弁だみたいな。ね、なんか普通に遊びに行った。やば。え、なんでそういう風になったの。ね、友達関係とかもよくなんか聞かれたりするし、合わせてってよくなるから、初で
遊んだ。すげえ。それは付き合ってる、何付き合って、で付き合った時はデートじゃなくそういう風に付き合って帰ってその次遊ぼうってなりが初めての初デート、うん、それがお母さん込みの海やった。海、お母さんと海、やりたい。泊まったのどっか、うん、解散、うん、お母さんと泊まれないでしょ、うん、やべえ、海まずいってまた過ぎなんだけど、でもすごくない？すごいね、親に会わせたことないんだけど。ろくな男じゃない。なんじゃん。親に言ったことない。え、彼氏いるとか全部秘密でした。私バレます、バレます。なんかオープンに言うから、バレてる、バレてる、バレてる。親は分かってる、バレてる。見られた、見ないって言うから、見ないでね。そしたら逆に見るでしょ。逆に見る、見ないよ、大丈夫だよ。えーろー、どうぞ。妄想だよ、妄想。いいんだよ、もう理想でいいんだよ。理想とかもないです、別に。もう人に合わせます。行きたい場所があったらいい。あー、いいじゃん。でもいい彼女やん。そう、やるやん、やるやん、やる。わかんない、経験がないから言ってるだけだけど、本当に。でもなんかつまんないからちょっとなんか引っ張り出そうと思ったら、一回だけ形だけ付き合ったみたいなことがあって、付き合った、付き合った言っただけみたいなことがあって、でイルミネーションは行ったことある。でも手も繋いでないです。へぇ、ただ単に付き合っただけでしょ。付き合ってあげただけでしょ。そうそうそう、好きって言って、あ、いいよってなっちゃっただけっていう。で、イルミネーションに行ったことはあります。かわいい。素敵じゃね。イルミネーション十分、十分のデートの、いいの。そうそう、人、まあ本当に何も恋愛経験ないんですけど、唯一それぐらいかな。でもよくね、素敵な、素敵な思い出やん。うん、いいな。めっちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗だった。あの、菜花の里ってわかる？なんか聞いたことある。有名なやつ。三重県かな。三重県にある。そうそうそう、東海三県で有名なところ。いいな。結構いいとこや、結構いいとこや。え、その後なかったですか？マジで何にもない。へー。で、そこで解散みたいな、ちゃんとお家みたいな。あ、現地解散ではない。さすがにね、さすがにね、さすがにね、バイバイ。悪い思い出ある、イルミネーション。何？人生で初めて、最初で最後やったの、それが。人生で初めて告白した時があって、一回だけな、人生で。振られた。振られた瞬間、ザーッて雨降ってきた。うわー、めっちゃ気がつとるやん。二人で濡れながら気まずく帰った。もう経験した、それ。すごい、そんなことあるんだ。最悪なんかつもね、お気持ちくいね、雨落ちてきたらね。やば、もう運悪いと思って。しかもそれがクリスマス。ええ、クリスマスに二人で遊んで振ることとかあるんだ。なんでその男ちょっと許せないんだけど。いや、マジ許せない。好きだから遊ぶんじゃないの。クリスマスのマセブイだから、向こうは友達としか見てなかったんだ。そういうことなんだよね、きっとね。友達として、悲しい、悲しい、急に悲しい。辛い、辛いよ。すごいドラマみたいやった。すごい、そんなことあるんだ。え、経験したらあった。海は遥か。普通に映画見に行って、いいよ。しかもそれがめっちゃ感動する感じ系の映画で、めっちゃ感動して、そのまま遥かんちです。おお。で、いたしたんですか？あー、いたしたの。黒ですね。そうですね。ね、17歳で。今日なんか NG なしらしい。え、いたしたんですか？そうですね。あ、そうですね、知らない。あ、そうですね、知らない。デートしてたんですけど、でも別にどっか行ったとかじゃなくて、普通にショッピング、ショッピング、いいよね、あそこ。そう、ショッピングして、なんか海見えるじゃん、海、海なのかな、海は海あるね、あるよね、海のあそこを歩きながら、海岸沿いみたいな。そう、考え、海外の考え、東洋海岸沿いみたいな、海岸沿いを手つなぎながら歩いて。ロマンチックやん。ロマンチックよ。うん、どうしたかな、その日。別に何もしないで、まあベンチに座ってみたいな、チューして、いいね、暗いじゃない、
帰った？私はね、帰りましたね。えー、珍しい。あら、珍しいね。その日、北海道帰ってるよ。あ、北海道に。その日は北海道に帰らなきゃいけなくて、それまでの時間ギリギリいたんですけど、私のその日の記憶ね、その日の記憶でしょ、その日の記憶、その日を話すと、帰ったんですけど、バスの時間があって、バスの時間を向こうが把握しててくれて、あ、それバス乗って帰るねって言ったんですけど、ちょっと盛り上がっちゃって、飛行機逃しました。違うよ、空港まで行ったんだよ。だけど時間間違えて帰れないんだ。飛行機いやから遅くして帰ったんだけど。あ、そうなんだ。帰りたくないもんね。うん、帰ってなかった。泣きながら帰りました。もう恋愛になるとすぐ泣くもん。でも本当もうバイバイしてるだけで泣いてんの、もうずっと。ああ、大号泣みたいな。あ、もうどうしようみたいな。乙女心や感じだったよ。うん、その日はね。可愛いね。いや、可愛いよね。それで服買ったんだけど、その日一週間毎日着た。やばい、やばい、本当に部屋ね。やばいよね。だってさ、同じ服着ててさ、ギブした服だからニオイついてるよ。笑いたくなくて、同じ服毎日一緒に着てました。臭くなぁ、臭くなぁ、臭くなぁ、もしかして前臭かとか。でも自分は自分は分かってるからギブしかなくてでしたね。熱っ、熱いよ。熱くね、熱い、盛り上がりすぎて熱い。フルーツポンチ。はい、ということでね、何個かのテーマを出してね、トークしてきたんですけど、結構出たよね。話したことなかったさ。やばい、本当にやばいかもしれない。ね、なんか理想のデートとかを語ったことあってもさ、本当にしたことのある初デートとか話すこともないしさ、なんかね、いいよね。楽しいな。新しい一面知りたくない。なんかうちらも裏で恋愛トークしてても話してこなかったらあれよね、ちょっとね。うん、ね、うん、の動画史上一番目がキラキラしてた気がする。本当に。恋愛トーク楽しそうだったよ。大好き恋愛トーク。大好きなので、あの、もしね、好評だったら、第2弾もね、やっていきたいと思うので、ぜひたくさんコメントしてください。なんか聞きたいこととかあったらさ、書いてみてください、コメント欄に。はい、お願いします。ということで、本日は初めて NG なしでね、お互いこう話し合って恋愛トークしてきたんですけど、楽しかったですね。うん、またやりましょう。来てきましょう。女子会みたいでめっちゃいいね。ということで、本日の LINE のキーワード、ソルトお願いします。お台場デート。お、お願いします。そう言ってよ。お願いします。お願いします。夢かの推しの人どういう気持ちだ。でもお台場とか言ったらさ、あ、夢かの誰や。気まずくて夢かも気まずいから。もう気まずいだから。メインのブリッジ見るとか思い出すから。あ、ユメカと聖地。ユメカとの聖地。チェキと一緒。気まずいからみんなやってください。お願いします。はい、ということで、この動画が面白かったら、高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。また明日の動画を見てください。バイバーイ。気持ちに気づいて